坂口平さんの「苦しい時は電話して」というこの本、えー、坂口さんアーティストなんですね文章も素晴らしいし絵も本当にあの評価されてますしさらに音楽作ってるってで、そのアーティストである坂口さんがこの「命の電話」というですねあのまあちょっと苦しい時辛い時に電話できるこの帯のところに大きくその坂口さんの番号が書いてあるんですけど実際にこれあの。 1> 1日何人もの方のお話を聞いててでそのことを含めたそのなんていうか辛い時とか苦しい時にどうすればいいかっていうようなことがこの本では書かれてるんですがあの僕はね坂口さんがアーティストであるってこととこの本の内容っていうのは非常に深く関係している気がしましてつまりあのこの中にさまざまな英知とか洞察が含まれてるんですね。えー、人はなぜ苦ししく思っっててまううのかとかとそこからどうやって、えー 抜けてればいいのかとかいうことについての非常に、えー、実践的な側面も含めた坂口さんのご経験によるあのことがいろいろ書いたんですけどこれは、えー、アーティスト表現者としての坂口さんの人間観察洞察力があってこそなんだと思うんですよまあ坂口さんがいろんな表現をしながらご自身も見つめている 自分もご坂口さんご自身も苦しいことがある辛いことがあるでそういう時に自分の心に何が起こっているのかどういうことを忘れがちなのかどういうことを見落としがちなのかでそういう状態からどう出ていけばいいのかそういうことについてですね坂口さんの、えー、本当にあのご自身の経験そしてこの「命のの電話」「命のの電話」そういうんか「命の電話」えー、うう電話っていうのが登録商標で使えないらしいんですけど。 イノッチの電話この、えー、と活動を通して坂口さんが得た本当に深い人間洞察のことについて書かててる本です、まあ。坂口さんは本当にあの表現者として大変注目すべき人で世界と自分の関わり方とか、えー、そういうものに対して、えー、非常にユニークで深い視,視点を持ってる方なんですけど。 その坂口さんじゃないと僕は書けないと思うしこの電話番号が書いててあるっここれなか,なか大変ととだと思うんですよあの坂口さん自身も大変だしあのいろんなことしなくちゃいけないんだけどこういう電話番号書いてあって実際にそうやって電話を受けてらっしゃるというねあのその姿勢だけでも僕はすごいなと思うしそれが坂口さんの一つの表現行為なんだろうし。あの そういう意味において佐口さんがこの世界の一つの、まあ、場所でそういうことをされてるってことについてあの僕は非常にあの尊敬しています、えー、もしあの佐口さんという一人の表現者そしてこの人が苦しい時にはどういうことが起こりやすくてどうしたらそこから抜け出ることができるのかそしてその時の何て言うか人とのつながりの意味とか表現の意味とか。 そういういことについてですね、えー、考えてみたい方はぜひこの講談社現代新書の坂口恭平さんの「苦しい時は」電話して、えー、手に取ってみていただけたらなと思います。あのー、芸術ってさ人間が苦しいとところから出てきてきると僕は思うんで坂口さんが表現者であり同時にこういう本を書く方であるっていうのはある種の必然の姿なのかなと思う思います。